1958年の太陽ホエールズでは、1958年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、坂畑正美監督の3年目のシーズンである。波佐間畑監督3年目のチームは、今年は、なんとか再開から抜け出すと宣言して開幕。開幕ダッシュには失敗して、B クラスに定着したが一時期は4位に上がるなど、検討し、 8月までは5位に座っていた。しかし、打撃陣の頻打は相変わらず続き青田昇を除いて、本塁打が出ず、投手陣でも前年28連敗で止まった、近藤正俊やエースの秋山昇大石正彦などがローテーションを守って検討するも9月以降は10勝16敗と、負けが込んで、広島に抜かれて、最下位に転落。前述の投手陣は、秋山、大石、 ルーキーの鈴木隆が防御率ベスト10に入るなど検討し、チーム防御率は2.75のリーグ4位で、球団初の防御率2点台。打撃陣は、チーム打率、安打、盗塁がリーグ再開に終わった。結局対応小畜時代の1954年から5年連続の再開となり、挟間畑監督は責任を取り辞任した。公認には、 この年球団社長として、フロント入りしていた早稲田大学野球部元監督の森、茂雄が指揮を取ることになり、青田などのベテラン選手は引退あるいは自由契約などで対応を去った。これによりチームは若手主体へと変貌し、1959年オフの西鉄、三原治監督の対応入り、そして1960年の初優勝日本一につながることになる。 ありがとうございます。